はい、ということでこちらのゴジータの最新レートを今回の動画で見ていきたいと思います。こちらのゴジータなんですが、裏面によってだいぶ金額が変わってくるので、まずはちょっと第1弾を振り返らせてください。もうレートだけ見たいよという方はこの辺スキップしちゃってください。はい、こちらが第1弾になります。発売日が2021年の5月の10日にドラゴンボール超戦士シールシリーズの5周年を記念して、それまでの Z 弾からスーパーという形でリニューアルされました。で、その第1弾目がこちらになります。全29種ノーマルが5種、こちらの悟空、ブロリー、シライ、ゴハン、ピラフマシン、この5枚になります。で、レアは7種になります。こちらのつながる3枚とだんだん心惹かれていくトラックシリーズの4枚になります。こちらがナンバー1、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4のこちらの4枚、この7枚がレアになります。トラックナンバーシリーズのシールはこの第1弾から始まりましたね。で、第3弾でトラックナンバーシリーズからシークレットが登場しましたね。はい、で、 SR スーパーレアがこちらの4種類になります。ゴジータ、ブロリー、ピッコロ、ラディッツ。そして AR アタックレアがこちらのベジータ、それからゴハン、まあ、ゴハンの少年期ですね。で、クリリン、そしてこちらの天津飯というこの4枚になります。こちらの4枚になります。そして GR ゴッドレアなんですが、こちらの4種類になります。こちら全て悟空になっていて、悟空のまあ少年期、スーパーサイヤ人悟空、それから身勝手の悟空の悟空と、こちら GT からスーパーサイヤ人4の悟空というね、こちらの4種類になります。そして次のゴールドゴッドレアという形で、今の GR に全て対応する形でこちらの金箔仕様のシールが出てます。こちらの悟空に対応する形でゴールド悟空という感じで、こちらのゴールドレア GR も4種類になります。すいません、ちょっと今手元にこの2つもないんですが、この2つのシールもそれぞれ金箔仕様が出ております。この4種類になります。これが GGR ゴールドゴッドレアという形になります。そして最上級レアリティ、最もねレアリティの高いシールがアルティメットゴッドレアというキャンペーンという形なんですが、こちらの2万枚限定のゴジータになります。 UGR。 はい、ちょっと裏面行きましょうと、ズズズズズンと、はい、こちら僕はレアの裏面にね入ってるというシールになります。こちら裏面にはノーマルから GGR までどれがね入ってるかわからないという形で2万枚存在してます。なので裏面によってレートが変わってきます。ではちょっとレート見ていきましょう。こちらのゴジータのレートの推移について見ていきたいと思います。2023年、今年の3月の31日時点のレートから、今撮影日が6月20日なんですが、2023年の6月20日までの約3ヶ月間のレートの変化というのを見ていきたいと思います。で、レートの話をする上で2点ほどお伝えしたいんですが、今回のレートというのはシールショップさん、大手のシールショップさんの買取金額というのを紹介させていただきます。で、やはり販売価格というのも合わせてね紹介したいので、この販売価格に関してはフリマサイト等のね平均値というのは、まあ、非常にばらつきがあって難しいので、単純に買取価格の 1.5 倍から 2.5 倍した金額、こちらを参考にね載せていきたいと思います。なので販売価格については、まあ、あくまで本当に参考値なんだといったスタンスで聞いていただけると非常にありがたいです。裏面がノーマル、もしくはレア、もしくは SR、もしくはアタックレア、もしくはゴッドレアというですね、ノーマルから GR、ゴッドレアまでのレートになります。なので、例えばこんな感じですね。僕のこのゴジータの裏面、クリリンのアタックレアなんですが、まあ、こういった場合になります。で、この場合の3月時点での買取金額なんですが、1800円になっております。なので、販売価格としては2700円から、まあ、4500円という感じですかね。これが6月の20日時点でどのように推移したかというと、買取金額が1000円。販売金額が1500円から2500円の間という風に、買取金額ベースで800円ほど下落しているような感じになります。次からがね、金額が若干差異が出るんですが、裏面ナンバー25の GGR になります。この場合の3月31日時点での買取金額が4000円。販売価格が6000円から1万円といった金額になっております。これが6月の20日にはどのように推移したかというと、買取金額は4000円のまま。なので販売価格も同じく6000円から1万円の間と変わらずとなっております。そしてナンバー26の GGR なんですが、3月31日時点では買取金額は5800円。なので販売価格は8700円から、まあ、14500円の間といったところでしょうか。これが3ヶ月後の6月20日時点では買取金額が4000円、販売価格が6000円から1万円の間といった感じで、買取ベースで1800円ほど下落してます。
次がナンバー27の GGR ゴールドゴッドレアの場合なんですが、こちらは3月31日時点では買取金額が6000円、販売価格が9000円から1万5000円の間というふうになっていたんですが、6月20日時点では買取金額が4000円、販売価格が6000円から1万円の間と、こちらも2000円ほど下落しているような感じになっております。そして最後にナンバー28の GGR の場合なんですが、こちらは買取金額は4000円、販売価格が6000円から1万円の間と、ナンバー25のゴールドゴッドレアの場合と同じ金額になっていました。これが6月20日時点では買取金額が4000円、販売価格が6000円から1万円の間と変わらずとなっております。はい、ということで裏面がこのゴールドゴッドレア GGR の場合は、3月31日時点ではこのゴールドゴッドレア4種それぞれでレートが少しずつ異なっていました。で、最もレートが高かったのがナンバー27のゴールドゴッドレア、買取金額6000円という風になっていたんですが、今6月20日時点ではこの裏面ゴールドゴッドレアについては金額の差異がなくなってます。すべて一律買取4000円という形で、平均するとね、下落しました。裏面がね、ノーマルからゴッドレアの場合も金額が下落、それから裏面が GGR の場合も金額が下落したということで、結論としてですね、今売り時ではなく買い時なんじゃないかなと思ってます。ちょっとレートの予想というのが本当に難しいので、もう絶対これだと、もう絶対金額下がる、絶対金額上がるということはちょっとそのように申し上げることはできないんですが、僕みたいなね、まあコレクション目的の方にとっては非常に買いやすくなって良かったんじゃないかなと思います。そしてね、まあ、ゆくゆく売りたいなと思ってたくさんね持っていた方は、まあ、今はねまだ売らなくてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、ではね、その他の UGR 以外の第1弾のレートについてなんですが、 GGR ゴールドゴッドレアはこちらの4種類あるうちのこちらナンバー26ですね、26の GGR については買取金額が200円になっております。で、これ以外の残りの3種については買取金額すべて300円となっております。はい、で GR ゴッドレアについてはこちらの悟空ナンバー21ですね、こちらのゴッドレアの悟空だけが買取金額20円とついていて、他ね残りの3枚についてはちょっと買取金額ついていないという状態です。はい、そしてアタックレア AR についてはこれ4種ともに買取金額20円ということでついてるんですが、一律すべて同じ20円です。こちらの SR から、レア、まあ、ノーマルまでのね残りのシールについても大手ショップさんの買取金額としてはついていないという状態になっております。はい、では最後にいただいたメッセージでの質問に回答させていただきます。今回おそらさんという方にメッセージ質問いただきました。まずはね、本当にこういった質問メッセージありがとうございます。内容がねシールの裏面に関することだったので、ちょっと画像としては動画としてはシールの裏面をね今見せながら読ませていただきたいと思います。ではね読んでいきます。いつも楽しく YouTube を拝見させていただいております。突然のメッセージ申し訳ございません、とんでもございません。ありがとうございます。本日は私の持っているドラゴンボールウェハースシールの状態が普通の一般的なシールと違っていたので、数多くシールを所有している音弘さんに質問したくメッセージしました。私がフリマアプリで購入した W10S15GTA のシールの裏面が少し赤っぽく薄いピンク色になっています。通常このシールの裏面は白色かと思うのですが、ピンクっぽく、このようなシールは他に所持しておらず、ネットでも同じ状態のものが見当たらなかったのでご質問させていただきました。紫外線で変色しているのかと考えているのですが、そういう経年変化もネットでは見当たりませんでした。何か心当たりはありますでしょうか。お忙しいかと思いますので、メッセージの回答はしておりませんので、 YouTube の動画内でも少し触れていただければと思います、ということでした。はい、で私この質問をねいただいてから、自分がね所持している高レアリティのシールだけじゃなく、ほぼねすべてのシールの裏面ちょっとチェックしてみたんですが、僕もねやっぱりこういった裏面が何か、白黒以外の色に変化しているというシールは一枚もありませんでした。なのでちょっと結論から言いますと、おそらく2点ほど考えられるのかなと。で、1点目がやっぱりおそらさんもおっしゃってる通り、変色したと、紫外線等で変色していたのかなと
思います。ただね、ネット等で、まあ、変色したっていうのが見当たらなかったっていうだけで、まあ、おそらく変色したのかなというのが1点で、2点目はシールがね、そもそも出荷される前に何かしらね、色素が着色しているような、まあ、材料で、そのまま材料として出荷されてしまったので、まあ、一種のエラーということが言えるのではないかなというのが2点目になります。で、フリマアプリで購入したということなので、まあ、僕としてはおそらく1点目の変色してしまった方が、そっちの方があり得るのかなと思います。ただね、僕もそういったシールが持っていないので、わからないので、もしね、この動画のコメントを通じて同じような方いたらね、ぜひね、コメントで教えていただければと思います。最後になりましたが、私は音広さんの YouTube をきっかけにドラゴンボールウェハースシールの収集を始めました。動画更新が止まっていたので心配していましたが、先日から更新が始まり安心しました。お仕事お忙しいかと思いますが、応援していますので頑張ってください。長々と申し訳ございませんでしたということだったんですが、本当にね、とんでもございません。むしろ本当に嬉しく思います。はい、ということでね、今回第1弾の UGR5GTA の3ヶ月間のね、レートの推移について紹介させていただきました。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。で、今後もね、こちらの 5GTA のレートについては、ちょっと僕個人的にもね、チェックしてるので、何か大きな動きがあったり、変化があった場合にはね、動画の方でまとめさせていただきたいと思います。ということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。またね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバーイ。